東京都立大泉高等学校は東京都練馬区東大泉5丁目にある都立高等学校。また東京都立大泉高等学校付属中学校は東京都練馬区東大泉5丁目にある都立中学校。東京府立第20中学校を前身とする都立高校。かつては制服がなかったが2010年度からは中学高校ともに 制服着用となった。同校は2010年度より、白王高校、両国高校、武蔵高校、富士高校と同様に併設型中高一貫、教育校となった。それに伴い校舎は建て直された。正門から続く130メートルの長い道の両側には、多くの桜の木が植えられ、同校のシンボルとなっている。また、練馬百景にも選ばれたことがある。 東京23区内普通科の都立湖随一の広さの高地に恵まれている。以前は都内では珍しいボート部があり、戸田ボート上に手を所有していたが、現在は配布されている。運動部は多くの部活で地区大会や都大会上位入賞などの実績を上げている。文化部に関しては、将棋部は全国大会出場し、東京都教育委員会から、 文化部推進校の指定を受け、合唱部は全国大会第43回全国高等学校総合文化祭に出場、写真部は地区大会最優秀賞受賞など数多くの実績を残している。なお、令和3年度入学者選抜をもって高等学校からの入学者募集を停止した。東京都立大泉高等学校を母体として設置された都立中学校。 開校時より、大泉高校と同じ制服を着用。大泉の校訓、学、律、宅のもとに、さらに、探求の大泉の志を掲げ、自主、自立、創造の精神で指導されている。英語、数学においては少人数授業で理解をより、深めようとしている。地域にも、都内の小学校にも認知されるようになってきたため、練馬区立大泉中学校と、 区別されて、都立、大泉と呼ばれる。入学者選抜は、適正検査によって行われ、例年倍率は、約7倍である。三大行事をはじめ、ほとんどの行事は、大泉高校と合同で行われるため、規模が大きい。なお、2017年3月に、新たに、大泉学園駅、石神公園駅間の北側に、速道が整備され、 大泉学園駅北口から直線的にアクセスできるようになった。剣道部公式テニス部サッカー部山岳部、水泳部、ソフトテニス部ダンス部卓球部陸上競技部、公式野球部男子バスケットボール部、女子バスケットボール部女子サッカー部ラグビー部、バドミントン部女子バレーボール部男子野球部、ストリートダンス同好会。ありがとうございます。